どうもお昼のお楽しみ、ミルワカ休み時間ラジオ、井上真です。いやー、ノーミルク佐藤ですよ。ちょっと寒すぎないですか先生、ガクガクブルブルでございます。おかしいでしょ、日本ってこんな寒かったですか？おかしくないですか？これ雪もね、めちゃめちゃ日本中降ってますしね。そうなのよね。お気をつけください。これもうちゃんと家賃払ってるのにこんな寒いの、もう大家さんに言わなきゃいけないもんね。寒すぎますよっつってこれね。いやでもまず、鹿児島でも雪降ってっからね。そうなんですね。そうなのよ。すだってなんか、あと鳥取とか島根とかそのあたりで電車止まりましたから、ね。はい、そういうことですよね。だってキャンプ地だって鹿児島で言ってる。キャンプ行ってる意味なくなっちゃうじゃないですかね。キャンプあの練習試合やってたんですけど、この間、はいはい、あの雪でボール見えねえの。いやー。大変、ね。寒波がすごいことになってるわけですね。そうですね。はあ、そうですか。ただそんな中ね、この寒さをね、吹き飛ばすようなニュースなんかも出てきまして。上手なつなぎ。はい、あれですよ、マーさん。何でしょうか。あの、光月宗一郎ね。うわ、光月さんね。今なんなら、薫三笘よりもいっぱい記事出てるぞって話になってるので。そうなのね。そうなの。あの、水曜、そう、火曜日の夜だったかな。はい、あのドイツあのミッドウィークにもリーグ戦あったんですけど、ダイブツ対シャルケっていう試合があったんですけど、残念ながら15分ぐ前半15分ぐらいで失点2個やって、はい、結果6点取られたんです試合では。あ、シャルケ今ちょっとね苦労してるんでしょ、はい、もうフルボッコだったんですけど、あの50何分かよ、はい、なんと取った唯一返した1点は、光月宗一郎、いいですね。ブンデス出場2試合目で点取ったっていう、すごいですね。そうね、しかもね、点取った相手がまたやべえのよ。相手ライプツヒのセンターバック、はい、あの日本代表全員倒せなかった、全員、それこそ各国代表もみんな倒せなかったクロアチアの巨人グアブリバルディオール、グアブリオールだから点取りました。おー、すごいじゃない。ワントラップで抜け出して、はい、完全にクソこの野郎っていう手も伸びてくる。すげえなー。で点取ったってんだから覚醒してんじゃないですか。ちょっとすごいね。なんですか、何々飲みを食ってるんですか最近。三笘選手も光月選手もね、なんですか、すごいね。ワールドカップもそうですけど、やっぱこう日本人もできるっていうなんかこう共通意識みたいのはやっぱね、こう一つ何かに火をつけてるっていうか、リミッターを取り除いたというか、なんかそういうのあるんですかね。そうなんだよね。あと若い人っていうのはもともとそういうリミッターのないんですかね。ちょっともうないのかもね。知らんがなと。あ、海外行くのも当たり前だし、それやったんぞと、ボケと、あ、そうだね、それもあんのかね。いや、でも、あの、光月選手、実はあの、ツイッターでは、はい、あの、ゴール決めたこととかにはもう触れず、あの、負けたことが悔しいってこう、つぶやかれていて。あら。それがもう、あの、海外ファンにはもう、うん、うちのおしゃれ気を頼むぞ光月ってこう、あら。ドイツのファンの皆さんからこう、いろいろね。もう今、シャルケの大スターになってる。負けたことが悔しいっていうのは、ドイツ語でつぶやいてたってことだ。いや、日本語ではつぶやいてるんですけど、やっぱそのツイッターの翻訳機能とか多分うまく使ってるんでしょうね。すごいね。すごいね。そう言った方がやっぱファンには好かれるよね。やっぱあるよね。そうなのよ。そういうのは大事でね、応援されるためにね。やったぜ、負けたけど俺点取ったよりね。そうなのよ。点は、あの、あれですけど、チームは勝てなかった俺が悔しいっす。そう。って言った方がいいわけだね。こういうのってのは教わるの、どっかで研修。そうなの。J リーグの研修かなんかで最初教わるのSNS 講習みたいなね。なんか聞きたいよね、そういうのね。A と B で選ばされんの。B はちょっと違うんじゃないつってあんまりこう人気出ないよ、みたいなね。うん。あ、もう回答。ねえ。でもだからこれちょっとね、違う動画でマーサも話してくれたんですけど。はいはいはい。やっぱジュビロからね、それこそドイツ渡った伊藤洋輝選手と。はい。まあ、京都から、まあ、ある意味ドイツに渡ったこの光月選手というところで、はいはい、ある意味 G1 もほぼ経験なく、はい、なんなら J2 もワンシーズン通したか通してないかぐらいの出場数で、そうですね、はい、でドイツの一応下部組織に入って、うんうん、でそこで結果残してトップで活躍、うん、はい、これちょっといい流れですね。いい流れですね。うん、うん、でこの流れで行くと、やっぱあの、チース・アンリ選手、まあ J 経験してないですけど、はいはいはい、そうですね。
チーズアンリンシュマン、シュツットガルトのアンダー23チームで、うん、もうめちゃくちゃ今楽しくやってるみたいで。楽しくやってる。うん。あの、今、あのちょうどね、この収録してる日、てかほとんどこの時間に、うん、あの、神村学園高校の福田志陽選手が、うん、あの、選手権終わって、実家戻って、うんうん、準備終わって、あの無事、うん、あの、空港からドイツで旅立たれたんです。メヘグランドバッハ。そう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 。うん、もうそっちにもあの福田くんとかにも早くお前も来いよみたいな感じで言ってるみたいで、どうやら、もう飲み会じゃないんだからね、渋谷の居酒屋みたいな言い方でねもうそのぐらいの感覚なんかね、もうね、そうなんだろうね、行こうか、帰たまに帰ろうかみたいな、ね、そういう感じですかね、うんうん、吉田麻也選手だからもう早くうちに、はい、あの飯食いに来いよみたいなこと言ってるみたいで、でもいいですよね、いい先輩ですよね、でも寝ちゃうんですよすぐ、でも奥様が毛布かけてね言ってたわよ、あなた、ね、あなたのこと。いや、僕の直接はそんな言われたことないですよ、ね。ちゃんとね、見てんのね。逆にありがとうね、なんつって、むにゃむにゃ、俺はずっとやってね、あんなに寝言言ってるわよ、なんつってね。うまいっす、このキュウリうまいっす、みたいな。ドイツじゃあんま手入んないからね、なんつって。あのスーパーにはね、あの、いい肉の食材置いてるからね、なんつって、奥さんに作ってあ、奥さんいないか、そうっすよ、わははは、は、うん、どうした、あ、起こしちゃった、ごめん、まや、みたいなね。3日連続でこれ言ってますね、僕ね。言ってる。俺も毎日聞いた気がするもん。マヤさんじゃなかったね、最初。川島さんだったっけ、ね、川島さんと鈴木唯人戦から始まりましたね。そうですね。いやいや。見えちゃうんですもん。しょうがないね。でもなんか本当そういうふうになってきてるのがいいよね。そうでしょうね。でしかもそんな選手たちにも結構朗報の話が1個出てきて。はい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 。まあ、ついにね、日本代表が変わります。うんうん、あら。大変化が起きます。え、色が変わる、いやいや確かに、うん、確かに大問題だけど、うん、じゃ あのね、うん、森保さん居住地が変わります。え、広島に住むの、うん、うん、ユッセルドルフ、あ、もう何その常に、うん、すごい、常駐っていうやつだ、上地だから、いいじゃないですか、ヨーロッパ組同様、うんうん、森保監督も向こうから来ます。うん、なるほど、なるほど。大統領の時。ああ、なるほど。じゃあ時差ボケでちょっとね、メモの手が止まったりするんですかね。やめてくれよ。試合中じゃねえか、それ。ああ、でもそれはいいことですよね。やっぱりこう、うん、お付き合いとか、視察とかね、よりも向こうに住んじゃった方がね。うん。ああ、ああ。いや、だからこれ、ちょっとわかる。森保監督もうち飯来いよなんつってね。うん、いいのなんつって。どうもっつって。楽しそうだな、ね、そうそうそう。俺、これ結局、うん、あの、監督コーチ限定の、その S 代表、A 代表ああ、そうですね。これワクワクしてますこの案件でやるね。ウェファー。なんだっけヨーロッパに行ってもらうっていうね。ね、ネーションズリーグ、ね。ネーションズリーグ、はい。うんうん、だ森保さんが向こう行くことによって、じゃあ国内のいわゆるリーグをまとめるのとか、うん、いわゆる視察に行くのは誰なんだって話になるじゃないですか、うん。はい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 。そのトップが七海さん。へえ、いいお仕事じゃない。ねえ。へえ。だから現場系のことを取り仕切るのは、だから前田良一さんになって、視察だとか、その若手だとかを取りまとめていくのが七海さんになる。すごい面白い、いい体制だね、これはね。大丈夫、クーデターとか起こんないの、国内のなんかいろいろ取りまとめていない間に。ね、森保監督なんかあれ言ってましたよ、なんつって。何なんつって。七海くん、いいことを教えてくれたね、みたいなね。冗談ですよ。今日なんかそういう気持ちになってるだけ。で、なんかでもほら、七海さんってやっぱり、あの、大岩さんってね、はい、もともと選手時代も共闘されてる方々ですから、そうか。その二人がフル代表と、ね、はい、アンダー22のパリ世代の代表の監督コーチっていうところになるので、うん、なるほど。これはいいんじゃないですか、密にね、連絡を取り合いながら、うん。とってもいいですね。いいですね。へ、う、ぇ、んうん、で、そこに、あのね、あの、七海さんの言い方からすれば、うんうん、あの、旬が加わるわけですから。旬さんがね、フリーキック自慢をね、今。そうなんですよ。建造していただいてるね。そうですか。ですね。横浜フリーキックセンターを今ね、どっかに作ってるといいですけどね。フリーキック決めなければ帰れないというね。うん、怖いなぁ。フリーキックだけじゃないですかね。失礼ですよ、まあ、ね。まあね。でもまあだからそういうところがちょっと出てきてるという感じになります。なるほどね。あ、Vlog やってくんないかな、森保さんね。え、ね、なんか。街綺麗です、みたいなね。なんか一個それでそのヨーロッパに。歩いてマヤの家に行きます。キュウリとっても美味しいです。奥さんです。マヤ寝てます、みたいな。ね。
なんかね、あんり来てますみたいな。なんか、うん、で、じゃあなんでヨーロッパ行くのって話で、常駐になるのかって話ですけど、まあそれはね、100人近くいるんだから視察するだろうって話なんですが、はいはいはい、これがね、うん、俺ちょっとなんかにわかに聞いた話ですけど、うん、もうヨーロッパ行って視察するのは、選手だけじゃないんですって。森江さんが見るのは。はい。ああ要は、ビールワイナリーみたいなとこですか。ビールブラを回ってブログとか始めるんですか。なんで恋しに行くんだよ。違うの？何？急に。選手だけじゃない。あのですね、選手のとこ行って、いわゆるあれですよ、スペイン戦の鎌田大地×フランクフルトですよ。はい、うん。要は、その選手に聞いて、そこではそうしたけど、戦術とかトレーニング方法も学びに行くっていうことって。なるほど、じゃあ留学みたいな一面もあるわけだ、本場に。指導者としてのね。ああ、それはとても素晴らしいですね。なんなら一週間半ぐらい、セルティック行って、はいはいはい。また今度一週間半ぐらい、今度はレアルソシエダ行ってとか。ああ、いいですね。うん、そういうことになってくると。へえ。こんなんなかなか無理でしょ、他のね、代表監督やられてる方々だったら。はいはいはい。マネージャーみたいな方も一緒に行くんだろうか。まあ、一人ではないでしょ、だって。一応元からデュッセルドルフに常駐されてる方がいて、一人だけ、ね、日本人で。カメラ回してくださいよ。で、その方がずっとここ10年ぐらいの代表のそのヨーロッパ組を取りまとめてきたって方なんです。ああ、なるほど、なるほど。そう。で、その方はそのまま残るから、はいはいはい、仕事はその方も変わらないので、そういうことか。あとは森保さんがちょこちょこ行って、うん、プラスアルファのいわゆる情報共有をやっていくってことになるみたいな。へぇ、レベルアップですね。でもいいよね、外交官としてもね。うん、だって、はじめ森保ですよ。世界の5本の指にみたいな評価を受けたわけでしょ、ワールドカップで。あの監督じゃないですか、みたいな。もう見てってください、ね、練習見てってください。お茶でも飲みますかってな具合ですよね。そうなのよ。ああ。なんかね。じゃあちょっと親善大使みたいなね。だから選手との関係も良くなるじゃないですか。あの選手とチームのね。いいですよね。あれ、何やかんとお前見てきたんか、って言ってね。うん。お前注目されてんな、みたいな。あのもうだってね、マジョルカとかレガネスに行ったのは一角ね、それぞれのチームの YouTube チャンネルとかから出てましたけど、はい、あのその様子見てると本当ね、森保監督、あの監督、コーチ、なんならなんかトレーナーとかにまでご挨拶されてましたからね。あ、そうですか。ね、すげえなと思って。竹はその時マジョルカで暇そうにしてましたけど、なんで俺これ付き合わなきゃいけないんだろうみたいな顔してましたけど。いや、そんな顔してない。ああいう顔なんです。インスピレーションがね、高い顔ですから。集中力がありますから。ね、はい、そんなこと思ってない。いいやつですから。そうですか。そんなこともあった。すごいですね。だから今ちょうどヨーロッパで結果、とてもいいと思います、はい、ね、ヨーロッパで結果残してたりだとか、うん、あとやっぱり、あの、パイセンと同じチームにいる方々は、うん、いいよね、若手メンバー。そうですよ。マヤと一緒にいる光月宗一郎、うん。はいはいはい、はい。川島さんと一緒にいる、一緒になると思われる鈴木唯人、うんうん。そうね。うん。光月くんはご飯2杯半よねなんつって。うっすうまいっすほら、ついてるついてるみたいな。うっすっつって。ね。アンリーくんは3杯なのよなんつって。ね。ここもほら、遠藤航がいますからね。そうです。森保さんはね、5杯食べんの最近、つって。まだまだ現役だな。ね、無口です。ちなみにマーさん、はい、そんなまチラッと出てきたあの遠藤航、はい、彼もミッドウィークに点取ったんですよ。うん、おお、健在、ご健在でいらっしゃる。そう、しかもね、はい、これもぜひ見ていただきたい皆さん。はい、あの実はミドルシュート、まあ、ゴラストを決めたんですけど、はい、ちょっと違う。オシャンゴラスト決めたんですよ。オシャン、ゴラストとオシャンっていうのは共存するんですね。共存しちゃったの。はい、パワフルであり。ね、そう。テクニカル。要は普通、うん、まあ、右サイドから、まあ、グラウンダーのボールが来て、うん、エリア外から、まあ、ミドルシュートを、うんうんうん、まあ、ゴール隅に決めたんですけど、はいはいはい、普通パワフルに決めれたら、ザシュッとしたの決めれたら。そうでしょ、だってミドルシュートったらね。あの、そういう、振りだよって思わせて、キーパーを先に飛ばすような感じなの。なんですって？で、それでいて、はあ、いわゆる、ちょこんとしたPK みたいな感じで、うんうんうん、パネンカみたいな。はあ、おしゃれ。そういう、ちょっとコントロールショットな感じにするんですよ。はあ、それは座手を決めてるからね、伏線が効いてるわけでしょ、相手にとっては。そうなんですよ。はあ、うんまと思ってですね。ねえ。外借り、中プリみたいな。感じですか。うまさで言うとね。そういうことだね。エビフライだ。ねえ。天ぷらだ。ね、そうだね。で、あとプラスですね。最近、シュツットガルトがシステム変えまして、
あの、4バックになったんですけど、伊藤博樹さんがセンターバックやってるんですよ。はい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 。で、最近ほら、アーセナルだと冨安さんがサイドバックじゃないですか。うんうん、今後代表だから、伊藤博樹と板倉滉のセンターバックで、うん、いいね。冨安サイドバックとかってあるんじゃねえかって、うんうん。いいね、でもスクランブルでね、みんなできていいよね。そうね。くるくる回ろう。ね、くるくる。ね。うん、あと、ちょっとラストにもう一人だけ、ちょっと、はい、あの、ブンデスじゃないんですけど、はい、そのお隣でまたとんでもないことが起こりそうで。なんですか？あの、雪成菅原ですね。雪成菅原、はい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 。もうこれは、はい。今季ですね、うん、このまま行けば、オランダのベストイレブンです。うん、そんな、すごい。あ、Z でしょ？ AZ。そうなんですよ。うんうんうん、あの、実は、もともと菅原選手、今シーズンちょっと大変で、はい、なんか、確か6ゴールぐらい決めてたと思うんですけど、うんうん、なんでかって、あの、右ウィングばっかやってたんですね。はい。なの右ウィングが誰もいなくて、はい。本職サイドバックのにお前ウイングやれって言われてずっとやってたんですよ。はいはい。そしたら10月なんか11月の月間あのエールディビジのベストゴールに決になったりだとか、はい、いろいろやってたんですけど。そうなんですよね。バシバシ活躍してるんですよね、もう。そうなんですよ。ここで、はい。で、去年なんかもほぼほぼフル出場だったんで、はい。最後の1試合だけだよね、確か出なかったの。うんうんうん。ぐらいだったんですけど、うん、あの、いわゆるこの冬の移籍市場とか踏まえてで、うん、ちょっとメンバーがいろいろ揃い始めまして、はい。いい右ウイングが揃ったんですよ。はい。その結果、雪成選手が右サイドバックやるようになったら、うん、ちょっとね、相手のチームが AZ のその右サイドを誰も潰せてないっていうのが、ここの1ヶ月のハイライト。ほう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 。あの、なんだろう、1月すでにこの、なんだろう、3試合ぐらいで6点決めてるんですけど、AZ。うん、うん。全部右なんですよね、右から。右から。はい。で、菅原雪成も1ゴール2アシストぐらいしてるのかな。ああ、じゃあ押し上げてるわけですね。そう。で、ディフェンスのところはもちろん高いんで。おはいはいはい。このまま行くと評価点的には右サイドバックナンバーワンになるんじゃねえかって話もあります。リーグでってこと？リーグで。じゃあもうそろそろ、まあ、ステップアップというか。そうだね。オランダ国内なのか、それとも。そうだね。欧州五大リーグにアタックチャンスってことですか？まあ、オランダも五大リーグみたいなもんなんですけどね。まあ、もんですけど。でもちょっとオランダのインタビューではなんか6大リーグって言ってたね。なんかね、やっぱそういうのね。やっぱそうだよね。ああああああ。でもだからここで聞いてくださいよ、皆さん。ああああ谷康生、はい、菅原幸成、はい、瀬古歩夢、はい、小林優希、はい、光月宗一郎、出てきた中村圭人、はい、あと海外組で言ったら鈴木戸一、はい、これ全部、まあ、他にも福岡新平、平川で、いや海外籍の幕の内弁当や。いやー、これ全部2000年生まれ、僕が推してきた世代。素晴らしい。いやー、ね、素晴らしい。すごいね、このメンバー。先生のおかげですわ。いやー、そんなことはないけど、見る明かりでも伝え続けてきてよかったなってちょっと思いますね。あー、実ってるわけですな、うん、まだまだ来るでしょ、この時代。まだまだ来るよ。これどうなんですか、やっぱ2000年世代っていうのは、うん、要は東京世代でしょ。そう、東京の最年少世代ですね。その日本協会がお金をかけてオリンピックに向けてって言いますか、育成してきた世代。これどうなんですか、それはグーッと来てるけど、それは続きそうなんですか、次の世代に。それともやっぱお金を一番かけたピークからまた緩やかに戻っていくベクトルにあるのか、うん、まだ誰にも分かりませんが。あの、一番享受した、あの、一番恩恵を受けたのが僕は2000年生まれになってるなと思います。うん、うん。要は、2001が多分その上を上回るはずだったんですよ。はいはいはい。まああれがコロナが来なければね。ああ、そういうことね。そう。はいはい、だけど、うん、まあこの、だから代表人気だとかが続けば、もともと2000年生まれまででこう、積み上げてきたいろんなノウハウだとかがあるので。うん、そういうことでもね、うん、上がっていくんじゃないかなと思いますけど、ね、やっぱりね。間違いない、ね。その森保さんの話もそうだけど、こうコネクションというかね、信頼民族としてのというかね、ブランドとしての。うんうんうん。多分その2000年世代なんて、はい、あの、マジ全大陸行ったんですよ、中高年代で。ああ、そうなのね。うん。で、ちょうどだから、その、はい、今言ったメンバーってのは、うん、みんなマジ全大陸一択組なんですよ。なるほど。なかなか全大陸行かないもんね、人間が生まれて、ね、死んでいくまでに。うん。もう中学ぐらいで。までにもないもんね。ない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 。ね。だから、彼らにとっては、その、あんまり国境とかあんまりないんだろうなって。そういうことか。ちょっと思いますね。うん、っていう、そんなワールドワイド組の活躍に期待だよって。なるほどね。いや、もうこういう時代だから、こう、お伝えしてほしいですね、いろいろね。
見たい、ね、見たい、おでこにカメラもつけといてほしい。ゴープロお願いします。そのぐらいの選手になったよね、あのね。そうだね、芸人さんがあのね、ジェットコースター乗るときみたいなヘルメットいつもかぶっといてほしい。カメラ付きのね、首が揺れないやつ、あれお願いします。そうだね、大事だね。あれ森保さんにつけといてください。お願いします。マヤさんちのキュウリも写してください。お願いします。ということでございました。はい、ということで、毎日お昼にお送りしている魅力休み時間ラジオ、今日以上でございます。コメント、皆さんからのね、高評価ボタンもお待ちしております。お待ちしております。先生、ありがとうございました。ほな、明日、あ、2月3日トークライブね。ぜひ。はい、やりますので、お願いします。概要欄見てください。どうも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 、ありがとうございました。またです。